全国のプロセカユーザーの皆さん、こんばんは、ハルです。皆さん、プロセカ大好きですよね。はい、図星。はい、図星。顔に出てるよ。ってことで、今回なんですけど、皆さん、こちらを覚えていますでしょうか？収録してほしい曲のアンケート結果。こちらは2020年11月に放送のワンラスチャンネルにて発表されたプロセカ公式がアンケートを取り、その集計結果、多く票を集めたボカロ曲たちでございます。2020年、すなわち、プロセカリリースしてまだ2ヶ月経っていないくらいなんで、ま、もちろん曲数としても少ない中なので、こういう結果になったんですよ。これ、運営さん、めっちゃ頑張った。1周年の楽曲追加キャンペーンまでに、この今からの9曲追加されました。相当ユーザーの期待に応えてくださったんですよ。さらに2021年11月カラクリペイロ実装、このまま天の尺とデイブレイドフロントラインの実装も近いのではないか、そう思われた矢先、それ以降全く音沙汰なく、いつ追加されるのかな、いつ追加されるのかなと待ち続け、気づけばプロセカ2周年直前。プロセカ2周年記念楽曲追加キャンペーン。3文字じゃないし。でも3文字、天の尺だね、君は。天の尺、天の尺追加濃厚。最前線飛ばせ、最前線飛ばせ、僕たちは。デイブレイクフロントライン追加確定室じゃん。ってな感じで、ツイッターの予想によるトレンドや YouTube コミュニティで皆さんの予想コメを見させていただいた結果、この10曲が有力とされています。つまりプロセカ2年でやっとアンプリート曲コンプリートするんですよ。マジ長かった、感動です。ありがとうございます、運営さん、ありがとうございます。ってことで、プロセカ2周年で200曲以上のボカロが遊べるようになっていますが、まだまだ収録してほしいボカロなんて山ほどあるので、アンケートまたやってほしいですね。皆さんの追加されてほしいボカロは何ですか？ぜひコメント欄に書いてみて。ってことで、この動画少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。